ハンスロット、ハンスロット、ハンスローと、1858年8月1日から1884年6月25日は、オーストリアの作曲家。生前は、オンシアントン・ブルックナーや学友グスタフ・マーラーから高く称賛されており、ブルックナーはいつしかロットが大収穫をもたらすことを信じていた。マーラーは、公共曲第1番において、 ロットの公共曲から引用を行った。ロットは作曲家としては、中作的な還元楽曲を残したに過ぎないとされ、長らく無名の存在であったが、没後百年を機に研究者により、作品が発掘されて徐々に世に知られるようになり、2000年代以降、しばしば演奏の機会を得るようになっている。ウィーン近郊のブラウンヒルシェングルンと、ブラウンハーシェイングランド出身。 母マリーア・ロザリナ・ルッツ、八百四十年から八百七十二年は、美貌で人気の女優、歌手であり、わずか十七歳の時、年長のウィーンの喜劇俳優、カール・マティアス・ロット、1八百七年から八百七十六年、と不倫の末に妊娠し、十八歳で出産した。ロットの両親が結婚するのは、父親が戦災と死別した八百六十二年になってからであり、 それまでロットは認知されず、公式に母親の私生児として育てられた。ちなみに、ロット、ロットというのは、父親の芸名であり、本名は、ロート、ロートであった。母親の死から2年後、父親は、舞台の事故で障害者となり、その2年後によう去った。両親を失ってからもウィーン音楽院で学業を、続け、ピアノを、ランツクローン、火星法を、グレーデナー。 大宝と作曲をクレンに指示した。幸いにもその技量と経済的な困窮が認められ、学費納入を免除された。在学中に一時期クシジャロフスキーやマーラーと同居していたことがある。1874年よりオルガン家でブルックナーにオルガン演奏を指示、1877年に同化を終了した。 ブルックナーによると、ロットはバッハを巧みにこなし、即興演奏は見事であったという。当時の青年音楽家が避けられなかったように、ロットもワーグナーの学劇に感銘を受け、1876年の第1回バイロイト音楽祭に出席してスライル。その頃ロットは、ウィーンのマリアトロイ教会のオルガニストを務めていた。1878年、 音楽院での最終年時に、音楽院での作曲コンクールに、公共曲第一番補聴長の第一楽章を提出すが、ブルックナーを除いて、多くの審査員は、これを却下し、中には嘲笑する者さえいたと伝えられる。1880年に、公共曲を完成させると、ロットはこれを指揮者、ハンス・リヒターと、ブラースの二人に見せ、演奏してもらおうと掛け合った。だがこれは、 失敗に終わる。ブラームスは、ブルックナーが音楽院の若者に大きく影響していることを好ましからぬ思いでおり、甘つさえロットに、どうせ才能はないのだから、音楽を諦めるべきだとさえ言い切った。不幸なことに、ロットは、マーラーの権威不罰の精神を持ち合わせておらず、マーラーが生涯において、数々の困難に打ち勝つことができたのに対して、ロットは、精神病に打ちひしがれてしまう。 ロットは音楽教師として自活するため、アルザスのミュールハウゼン、ゲンミュルーズの学校に赴任することになっていたが、1880年、まさに旅立とうとする、その日に、汽車の中で、ブラームスが爆弾を爆発させたなどとあらぬ妄想を、口走り、そのまま、精神病院に収容された。一時的に回復して、室内楽曲の作曲に着手したこともあったものの、 やがてうつ病に落ち込むようになる。1883年末の診察カルテによると、幻覚症を伴う、精神異常、被害妄想もはや回復の見込みなしとある。何度かの自殺期とのせ八1884年に、結核により、高い、25歳。亡骸はブルックナーを含む親しい知人に見送られ、ウィーン中央墓地に葬られた。ロッドの友人たちのおかげで、 自筆譜のいくつかはの音楽資料室の中に保存された。公共曲第1番補聴長や未完成に終わった公共曲第2番のスケッチなどもその一つである。公共曲第1番補聴長はマーラーの音楽の特色のいくつかの先触れとなっており、それゆえに際立っている。とりわけ第3楽章はマーラーのスケルツォに酷似している。修学章ではブラームスの 公共曲第一番にそっくりな主題が登場する。マーラーはロットの歌曲についても好意的に述べたが近年になってようやく数曲が発見された。原楽60奏曲も作曲したが散逸したらしく、マーラーはそれを知らなかった。ロットは大量に作曲したもののこんなものは価値がないと言って書いたものの多くをすぐに発揮してしまった。 ロットの才能に最初に気づいたのは、ブルックナーとマーラーである。マーラー自身、ロット作品からの引用楽器を自作に挿入している。20世紀を通して、ロットの作品は、ほとんど忘れられていたものの、1989年に、公共曲が、シンシナティフィルハーモニー管弦楽団により初演され、その後直ちに録音された。その演奏、録音は、うず漏れていた。 実質譜を再発見したイギリスの音楽学者ポールバンクスによる演奏用の皇帝譜が用いられている。現在その他に CD で聴くことのできる作品は序曲、ユリウス・カイサル、牧歌風序曲、還元楽のための前奏曲、弦楽のための公共曲、弦楽四重奏曲の5つである。交響曲第1番調の日本初演は2004年11月に 沼尻隆介の指揮する日本フィルハーモニー交響楽団によって実現した。リースエルラーやドブリンガーなどの固有名詞は出版社名を示している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。